吉田さんお疲れ様です。なかなか面白いチャンネルでしょ。よく見つけましたね。いやこのチャンネル、いや面白いですね。パチンコとかスロットとか全くやったことがない私でもこの演出っていうのはちょっと目を引きますよね、まあ、それからこの登場人物の出方っていうのもすごく刺激的で、いややっぱりね、中毒性ありますね、パチンコっていうのはね。でパチンコって何の役にも立たないっていうふうに言われてましたけども、役に立ってますね、やっぱね。それから YouTube っていう使い古されたプラットフォームですけども、パチンコと政治っていうこれまた使い古されたもの、これを組み合わせることによってこの面白くなるんですね。これからもいろんな組み合わせにチャレンジしたいと思います。